ヒンメルプフォルテンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に属す、町村である。ヒンメルプフォルテンは、ザムトゲマインでヒンメルプフォルテンを構成する、自治体の一つである。首友である、ヒンメルプフォルテン集落のほか、クーラ及び、ブライテンビッシュ集落がこの町に属している。ヒンメルプフォルテンは、特に、クリスマスシーズンになると、 人の口に登ることが多くなる。この集落はクリスマスキントドルフとなるのである。世界中の子供にとってこの街はサンタクロースの住む街なのである。この伝統は1960年代から始まったものである。1255年に死闘会女子修道院がラムシュテット郊外のラーデンから当時はユールシートという名前であった。 この集落に移転してきた。これ以後、集落は、ポルタチェリーと改名された。この名がドイツ語化し、定置ドイツ語のヒマラポータン、標準ドイツ語でヒメルプフォルトゥンと変化したのである。ヒンメルプフォルテンの町議会は14議席からなる。この町の町長は、ベルント・ライマースである。ヒンメルプフォルテンの紋章は青地に、ゴシック様式の門。 その中に白い服を着た女子修道院長が院長税を持って立つ。この文章は現在の集落が形成されるきっかけとなったポルタ・コエリ修道院に由来する。街の色は青から黄色である。ヒンメルプフォルテンには郷土博物館がある。ここではこの地域の学校の前世紀からの発展も知ることができる。 ヒンメルプフォルテン駅連邦道 B73 号線がヒンメルプフォルテンを通り、この街をシュターデやハンブルクと結びつけている。また、クックスハーフェンとハンブルクとを結ぶ、ニーダー・エルベ鉄道の駅がやはりヒンメルプフォルテンにある。計画中であった連邦アウトバーン A22 号線の開発が2007年10月から着手された。この道路は、 ブライテンビッシュ集落を通過し、ヒンメルプフォルテン集落もその生誕が直接アウトバーンに面することになる。アウトバーン建設反対の住民運動には約400人が参加している。ヒンメルプフォルテンには第5学年から第10学年までの学校センターであるポルタ・コエリ・シューレのほか基礎家庭学校が1校ある。ありがとうございます。